おっと、バルキリーが来たか。バルキリー使いが来ましたか。どんなキャラかわかんねえんだよな、これ。なんか盾持ってて、槍持ってて、防御力、こっちより防御力がありそう。さて、様子見で、まあ、様子見の強攻撃からの蹴りを食らわせていきたい。構えてる。構えて見てますね。じーっとこっちを見てるぞ。熱い視線でこちらを見てくる。ただ、おっと、お、なんだこれ、いてえ。マジスタミナなくなったぞ。いてえよ。あ、やめてくれ。なにこれ。しかも燃えてるし、うわ、最悪。あー。ひどい、これ分からん殺しじゃねえかよ。いや、いいじゃないの。なんか俺のなぎなたがブラブラしてるけど。分からん殺しされてきますね。ちょっとね、テンパっちゃったね。まあ落ち着いてね、対処していきましょう。まあ、なんか盾が防御しながら突っ込んでくるスキルっぽいんで、ね、なんかあれには気をつけていきたい。盾を構えてこちらを熱い視線でじっと見てきたら、ちょっとそれは要注意だっていう感じですね、おそらく。なんで、盾に気をつけつつ、これは投げを入れていきたい。あとは、どんな攻撃をしてくるのか。じりじりと迫ってくるか。ほい。おお、出た出た。おお、出た、これ。これ何、確定なの？ほら、蹴り入れて、通常攻撃で刺していくが、スタミナが切れてしまう。うわー、これ見逃しと、スタミナないところを狙ってくるが、やべ、こかされた。これがちょっと嫌だな。強攻撃。蹴りを入れて、おっと、相手が落ちてしまった。崖から落として勝利。ちょっと不本意であれば、勝ってしまった。足払いがね、なかなか厄介ですね。あれ、避けられないのかな？確定ですか？もしかして。ちょっときついが、まあ、頑張って気合でね、やっていきましょい。さて、お姉さんは頭に何かぶってんだ？鹿か？鹿の角か？おっと、ヤギか。鹿ではないな。おっと、盾をかわすと、結構。で、蹴りからの毒を入れていく。で、ここでスタミナが、ちょっとね、スタミナ管理がね、雑なんで、もうちょっとしっかりしていきたいが。うわぁ、盾でこかされて、さ、上から刺されていく。これが痛いですね。いや、相手結構防御力がありますね。ちょっと無駄な動きをしすぎて、またスタミナを枯らしてしまったか。ちょっとね、相手の、この盾が本当に厄介だ。しかも防御、しっかりと防御してますね。多分あの時に当てちゃいけないんだな。フェイントを織り交ぜて、近づいて、通常攻撃からの蹴り、蹴りがスカる。で、盾でこかされて、またスタミナが奪われると。いて、ちょっとやばいな、これ。うっと、強攻撃が刺さって、フィニッシュ。これで1、2ですね。なかなかきつい戦いになってきた。ただ、あんまり、あれだな、バルキリは、連打が効かないのかな。連打系の攻撃をしてこない気がするな。さて、ラウンド4。さあ、相手はどんな行動に出てくるか。基本的には盾を構えて突進して、で、こかしたら上からついてきて、で、その後、まあ、ショーパンチ入れながら、こかしてくるみたいなね、印象を持ってます。さて、こちらから攻撃しないと、あまり向こうからは攻撃してこない気がするな。で、ガードするが。おっと、これだ。シールドバッシュ食らって、突き刺されてしまう。で、おっと、おっと、ステップでこれはかわせるか。あれだな、こかしてからの突きもそんなにダメージがないんでね。これね、なんかそんな食らってもまあ、いいかなって感じですね。こっちの毒好きに比べたらね、ビビたる量なんで、気にしないでいきますか。で、強攻撃フェイントを織り混ぜつつ、じりじりと進んで、おっと、毒。おー、毒一発入れたら、相手のこかし2回分ぐらいのダメージにはなっているね。いて、刺さった。後ろには火がある。で、落ち着いて、ついていく。さあ、どうする。
おっとやばい、食らってしまった。これがな、この対処方法がよくわからん。おっと、連続斬り。こちらと同じように左右上上下でついてくることができるんですね。さて近づいたが、よし、ここで隠密からの2連撃が入る。ただちょっとライフ的には、で、蹴りが入らない。あ、ただ毒づきが、最後の毒づきが入ったんで、まあ、これトントンですね。いて、ちょっとやばい、後がないぞ。これはそれはお互い一緒か。よし、隠密からの一撃入って、これは格殺ラインだ。これはほっとくだけで勝ち。いやー、なかなかね楽しいですね。バルキリー初めて戦ったんですけど、結構あれ面白いかな。ただ相手の方はあまり威力がないから、手数でなんとかするしかないっていうような印象ですね。さあ続いてもう一戦連戦していきます。ラウンド1。さてラウンド1、バルキリなんかスタミナ削るのが強いから、ガンガンスタミナ削って近づいてって、ブン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 弱攻撃振りますっていう戦法でもいいかもしれないですね。さて挨拶、挨拶、なんかこいつの挨拶ってなんでこれなんだろうな。三角を押したらなんか床に膝をつく挨拶が出るんだよ。これ意味あんのかな。さあ強攻撃からの蹴り、そして毒づき。スタミナがきつい。スタミナを回復して、おっと、お、いきなりついてきた。いでででで、で、おっと、もうスタミナがないぞ。さっきの盾でシールドバッシュっていうのが、あれ以外にもスタミナを削る手段があるっぽいですね。で、蹴りを入れて毒でついていく。このね、蹴り対処知らないときついですね。まあこの蹴りね、前に言ったかもしれないですけど、横捨てで全然避けられるんでね。おっと、バッシュ食らって上から突き刺す。ただこれは痛くない。おっとバッシュ、ただこれもそんなに痛くない。全てが痛くない。気にせず突っ込んでいって、おっと相手の投げを食らってしまったか。で蹴って、ライフは、相手のライフはミリですね。この後ろ突き、これを見せて倒していきたい。おっと後ろステップで逃げてきよう。おお、毒ですねこれは。さっきの後ろ突きが刺さっていたか、毒で倒してしまう。まあね、このキャラなんか他と違って毒とかでね倒すことが、とどめを刺すことが多いんでね、やっぱあのかっこいいフィニッシュブローは見れないんですよね、まあ、最近対戦しててそう思いました。あんまりフィニッシュブローを見るキャラではないです。さて第2戦目、さあ結構広いフィールドだ。さてフラフラして急に近づいて毒づきを入れていくが決まらず、カウンターを食らってしまったか。おっと結構広いフィールドの方が相手は慣れてるか。入れて入れて、ラッシュもしてくるんですね。でここで弱攻撃蹴りからの毒を入れて、ちょっとスタミナ回復したいところだが、相手はすかさず攻めてくる。ちょっときついか。おっと槍ラッシュ、槍ラッシュが綺麗に決まる。これはあまり見たことない戦い方だ。ちょっと戦法を変えてきましたね。おっとやばい、スタミナがもうない。一旦離れて走ってくるべ。で蹴りを入れて毒でついて、おっと格殺圏内、逃げろ逃げろ。あーやばい、惜しい。さあやりますね。あれね、うまく逃げれたらこっちの勝ちだったんだけど、まあそうなんですよね、毒を入れてもね、毒死する前に近づいてね、ぶっ殺しゃなんとかなるっていう感じなんでね、見事にやられましたね。ということで気を取り直して第3ラウンド開始。おっといきなり頭を突かれてきついな。おっと投げを入れたが、ここで毒を入れる。捨てまいる。おお、シールドバッシュ、まあ、ただ痛くないシールドバッシュ。おっとこのセットプレイが強い。この右確か防御入れてたはずなんだけど、避けられないのかな、避けられない攻撃か。確かステップでかわせたような気もするけど、毒を入れる。
あの足払い最初ステップでかわせるじゃん。いでででで、チク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 してくるわ。このヤギ、ヤギちゃん。ヤギちゃんやめてくれよ。もっとラウンド4で、後がないか。ちょっとヤギちゃんにいじめられてるんでね。サクッと。崖から落としてやろうではありませんか。さっと進んで、ここで、掴もうとしたが、うまくいかなかった。おっと、まずい。まずい、逆に落とされる。スタミナもない。ちょっと様子見て。よし、来た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 。ただ、投げる方向を間違えた。いれれれれれれ、めっちゃ刺してくるでしょ、ヤギのお姉ちゃん。うわぁ、シールドバッシュ食らう。ちょっと絶望的か。ガードして、足バレはガードできない。ちょっとやばいですね。後がない。これはだいぶ不利になってしまったぞ。まあでもね、ここから挽回してこそ、ロブシ使えるっていうもんなんでね。いやー、まずい。避けて。よし、3発目入れて。相手も毒だ。よし、一撃圏内。逃げて。おっと。ちょっとスタミナがなかったのが厳しかったか。やられてしまったか。まあね、結構面白いキャラですね、ヴァルキリー。槍なんでね、今度使ってみようかな。